行けば見えてくるか、己の足跡振り向くな、道を行けば越えてみせよう、己に負けじと我が道を。これは紛れもない妖怪退治です。お侍様のようなお方にこそふさわしいお役目、どうか玉の字を切っちまってください。悪く思うな。こいつ化けて出たらまた切ってくださいね。任せておく。これのどこが化けなことだ。貴様、猫なんかがあったらすぐに出てってもらいますからね。猫などおらん。達者で暮らせ。この家気に入ったのか。うん、あっかり、たまらん、飲みか。 EG の言ってんのはこれのことよ、シャボン。猫ちゃんは家族よ。知ってるか、加賀屋の玉の城。いえ、あいにく目星がつけばこっちのもんだ。どうして俺をかばった。この子を預かっていただきたいんです。きっと来ると思ってた。こいつずっと何も食べようとせえへん。まどろめ特製のニャーハン、うまいか。まだ反省が足りん。しばらくそこにいろ。ねえ、ところでちゃんと遊んであげてる？遊ぶ？なあなあ、おっちゃんも一緒に遊ばへんか？おっちゃんは遊ばん。おう。おっ。本当に猫には人を癒す力があるのかな。どうしたの？そんなのあなたが一番よく知ってるはずよ。いつからかな、お前の声で目覚めるようになったのは。猫に話しかけてしまった。ちゃんにあげて。ありがとうって伝えといて。俺の。さあ今日もいっぱい頑張るぞ。頑張れよ。ヘルメス、ヘルメス、ヘルメス。
く天の道わき目も減らず突き進む熱き炎を胸に秘め昼飯昼飯昼飯今日から忙しくなるぞ。玉の城と遊んでたのに。遊んでたのか。もう一回寝る。ずっと玉の城と遊んでいたいんだ。しかし旦那様、仕事も溜まってきておりますし、ね、もういい加減。寝てばっかりじゃないですか。私は旦那様に元気を出してほしいんですよ。玉の城なしでは元気になれ。いらっしゃい。今日一日預かってくれ。あら、どこかにお出かけ？仕事を探す。薪割りならまだあるわよ。お城勤めだ。まだ諦めてなかったんだ。そのために江戸に出てきたんだからな。すごいやる気でちゅね。それムカつく。旦那様、お客様です。邪魔するぞ。これはこれは石渡様、佐吉、早くお茶を。へい。で、どうですか、犯人は見つかりましたか？慌てることはねえだろう。玉の城を殺した犯人が今でものうのうと生きていると思うと、もうおかしくなりそうな。怨恨の線で星を絞ってるところだ。しかしこれまで散々商売敵を蹴落としてまいりました。恨みを買うのも仕事のうち。敵はそれこそ星の数。犯人は思ったよりも近くにいるかもしれない。佐吉、失礼しました。まあ安心しな。江戸一の鬼同士、石渡様の手にかかればどんな悪党だって逃げられやしねえよ。最近妙な噂を耳にしてな。何でしょうか。玉の城にそっくりな猫を見たという者がいて、ひょっとしたら玉の城は生きてるとは考えられないぐらい。ただ連れ去られただけとかよ。
私にありましても、私旦那様の看病がありますんで、これね。本当に生きてるんですか。さあな、あとは佐吉がどう動くかだ。猫侍。猫侍。ザリガニ侍、また会うとはな。ザリガニ担いで仕官しようってのか。うわ、前のようにはいかんぞ。ザリガニ流お手並み拝見。どうした、刀を抜け。必要ない。待て、よせ。内藤様。まだらめ九太郎だぞ、この男は。まだらめ、あのまだら鬼ですか。こんな貧乏くさいのに。ほっとけ。うちの者が失礼した。まだらめ、せんだっても申した通り、お前の居場所はここにはない。悪いことは言わぬ。江戸を去れ。ただ己の剣の道を信じて進むのみ。まだらめとお知り合いですか。藩は違えど同じ道場で汗を流した仲だ。はっ。それは初耳。まだらめの噂は聞いたことがあります。過去の御前試合では連戦連勝、剣の腕では右に出る者はいないと。俺との勝負づけはまだ終わってはおらん。それほどの男がなぜ浪人など。あいつは強いだが甘い。はあ。まだら鬼と呼ばれながら心は鬼になりきれん男よ。誰が何を言おうと俺には剣の道しかないのだ。待て、ちょっと待て待て、ちょっと待て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 待ってくれ。しつこいぞ。お主と話がしたいと思ってな。名を名乗れ。これは失礼した。拙者は立花京三郎。竹下東吾だ。ぜひ
我らの藩にマダラメ殿を迎え入れたい。マジで？我らが推薦すれば決まったも同然だ。マジ？ただ一つ条件がある。近々我が藩で御前試合が行われる。あ、お父ちゃんだ。おかえりなちゅーい。 お父ちゃん、うん、かわいい娘でしょ。はいはい。お金を取るのか。あれ、猫こもり半日中にも。毎度あり。不満そうね。だって近所のおばあちゃんが預かるのと訳が違うのよ。ここなら急な怪我や病気にも対応できるし、ご飯も美味しいし。そうではない。仕事ダメだったの？さて、どうしたものか。ただ一つ条件がある。近々我が藩で御前試合が行われる。ちょうど内藤様の相手となる剣豪を探していたところだ。相手にとって不足はない。まあ最後まで聞け。お主にはわざと負けてほしいのだ。無双一刀流、免許皆伝の重さに勝ったとなれば、内藤様の出世は間違いない。部下である我々も引き上げてもらうことができる。よく考えてみろ。たった一度の八百長試合で死ぬまで安泰なんだぞ。安い買い物じゃねえか。何、お主の評判に傷がつくほどではない。負けて強しというところを見せるんだよ。その方が内藤様の勝利の価値も上がる。組織の中でうまく立ち回ることも武士の要領だぞ。内藤はこのこと知ってるのか。いや知らん。俺たちだけの秘密だ。以前なら迷うことなく断ってた。相手が誰であろうと正々堂々と全力を尽くす。それが武士の道だ。しかし。お城で何があったのですか？江戸へ行こうと思うておる。私たちは連れて行ってもらえないのですね。いってらっしゃいませ。受けるべきか？ん？
失いし君へと誘う甘い罠、幾度問うても物言わぬ猫。女もいろいろあんだよ。決まりました。誰だ、水飲むか。玉の字を止まっててくれた。猫を飼いたい。